こんにちは、オートウェストエンドです。また出ました、打角センサーのエラーとスタビリティコントロールのエラーと。とりあえずハンドルを左右に目いっぱい切るとリセットをすることができるはずなのでやっておりますが、全然リセットできない。これから仕事なのでね、めちゃくちゃ焦っているんですが、画面右側の方のカーリーでエラーコードを消去、そしてその後にスロットルボディのリセットを今行っております。そして仕事が終わり帰ろうと、仕事が終わったっていう感じなんですが、駐車場に来てね、またへこむという。もうこのエラーコード自体は花火のようにいろいろなものが打ち上がっておりますがとりあえず家に帰らないといけないので、もう一度スロットルボディのリセットを行います。先ほどはね、詳しくお伝えしませんでしたが、今実際に一からやってみます。そもそもなんでこのスロットルボディのリセットをしているかと言いますと、このようなエラーコードが出た際に必ずカーリーで OBD2 ツールで見ますと、このスロットルボディのエラーコードが出てしまっているんですね。そして毎回リセットをするごとにちゃんと直ってしばらく走るんですが、何回かまた出てきてしまうと。はい、ということでまずアクセサリー電源にして、その状態でアクセルペダルを踏み込みます。30秒から60秒。そしてペダルを踏んだまま、その時間が経ちましたら電源をオフにします。そしてオフにした後アクセルペダルを外すと。そうしますと向こう2分間で機械音がしまして、スロットルボディがリセットされるという仕組みなんですが、これ毎回僕やってるんですけどもね、なんかその2分間に聞こえるはずの機械音が全然しないと。まあ、一応リセットをされているのでまたしばらく走るんでしょうけども、だいたい 2,3 ヶ月に1回ぐらいこのように警告灯がね出てしまいます。それではリセットができましたので家に帰ろうということで、またエンジンを恐る恐るかけます。そうしましたらなんとか正常に動いてくれているようで、だいたいこの出来事が起こったまた 2,3 ヶ月後同じようなことが起こるんじゃないのかとちょっと憂鬱になっておりますが、これまでにこのチャンネル内でこのスロットルボディ系のエラーどうやって直そうかと、順番に修理をしてきました。以前作成しました修理一覧、また後ほど出したいと思います。とりあえずアイドライブで警告が出ていないかを見ていっておりますが、一応ここにははい、このウォッシャー液が少ないよというだけで、それ以外は表示されていないようです。そして10分ぐらいでしょうか、運転した後出ました。これはね初めてなんですよね、こんなにすぐ出るというのは。なのでもういよいよまずいなという状況になってきました。そしてこの2つのエラーコードに加えまして、ダイナミックブレーキシステムのエラー、そして朝は出ていなかったエンジン警告灯がついてしまいました。そしてエンジンが信号待ちで止まり、またエンジンをかけて、するとエンジン警告灯が消えて、ただ50キロぐらいまでしか加速ができません。まあゆっくり帰るしかないかと思っていたんですが、 DS モードに入れるとなぜか普通に運転することができました。ちょっと三脚がガタガタなのでもう映像は止めましたが、走っていますとなんか甲高い音が聞こえてきました。そしてまあなんとか家に帰ってきまして、この下を覗いてみますと、トランスミッションあたりから以前結構前、半年以上前ですかね、ありました、また甲高い音が聞こえてきてしまうと。そしてエンジンを止めてエラーコードを再度消去しておきました。その際チェックしてみますと、やはりスロットルボディのエラーコードが出ていたと
今回の症状はそのような感じです。今までも似たような症状を繰り返し起こっていますが、あれもこれもと全部出てきてしまった感じが今回はあります。それではスロットルボディ周りのエラー、これに対応する修理を考えてきました。それをもう一度振り返っていきたいと思います。まず1つ目、スロットルバルブのリセットをして様子を見ようということ、そしてバッテリー充電とあります。電圧が安定しないと、そして電圧が弱っているとこういったエラーコードが出やすいという傾向がこの BMW にはあるようなので、任意のパーツを交換をする前に、まずは大元の電圧電気系統をしっかりした方がいいと BMW のフォーラムを読んでいるとよく出てきますので、それを試してきました。そしてバッテリー充電をしてしばらく様子を見ていたんですが、以前同じようなエラーコード、そしてエンジン警告灯が灯ってしまいました。ということで電圧計を見てみると、走行中にオルタネーターのからの給電が弱いということが分かりましたので、先日オルタネーターの交換をして、そしてそのオルタネーターの上下する電圧に結構やられていたんじゃないかということで、バッテリー前のオーナーさんが交換をしておそらく2年とか2年半経過していると思われます。寿命としてはまだまだありそうなんですが、このバッテリー充電をする際に充電器を見てみると、サルフェーションが起こっていますというメッセージが出ていました。バッテリー内の電極がもう劣化始まっているというメッセージだと捉えまして、バッテリー交換3番ですね、これを行いました。2、3週間くらい前だったでしょうかね。はい、そしてもう電圧も安定したので、これで大丈夫だろうと思っていた矢先に、この今回のエンジン警告灯、そしてスロットルバルブのエラーメッセージがまた出てきてしまったということで、それではもうこの実際に出ているパーツを修理していこうという流れになりました。4番ですね。そしてそれらに関するパーツ3つあります。スロットルバルブのハーネス、そしてスロットルボディ、そしてアクセルペダルと。一番壊れやすいのがこのハーネスだそうで、そして値段も一番安いので、ここから変えていくのが良さそうだということで、次の修理はスロットルバルブハーネスに決まりということになります。その交換後にまた同じような症状が出たら、スロットルボディ、そしてペダルの交換、さらにそれでも症状が改善しなければ5番に移っていくと。そしてその5番の修理内容、コメントでもいろいろ教えていただきました。ありがとうございます。道のりは長そうですが、とりあえずハーネスの交換で落ち着いてくれればなというところです。そしてそのハーネス、もう前もってオーダーしてあります。学びました。もうね、 eBay とか AliExpress で壊れそうなパーツがあったらもう早めにオーダーするという癖がつきましたので、もう待ってましたと言わんばかりに開けております。もし今からオーダーをしていたら、最低でも2週間ぐらいね、車使えないので、今回ばかりは戦略勝ちといったところでしょうか。ただスロットルボディはオーダーしていません。2万円ぐらいしたと思うので、まだね、そこまで投資するか、このハーネスで治ってくれと願っているところではあります。はい、それでは実際に何が入っているのかを見ていきます。実際の作業自体は時間がなくてまだできておりません。今日はね、準備をしたいと思います。このハーネス自体、そして先ほど映っていましたがスプライス端子のようなもの、そして熱圧縮チューブが入っていました。こちらがそのハーネスコネクターですね。そして反対側の端はこの6本の配線ということで、もうすでに起伏が切れている、向いて向けるようになっているワイヤーもあります。これらの起伏全部向いていこうと思います。まあ家でね、できる作業をもう早めにしてしまって、そして実際に車での作業をしていこうと。そして付属の、僕このタイプのを使ったことないんですよね。
して圧縮チューブで、はい、このようにつけていくと。で、先ほどかぶせてみたらこの出ている導線の長さが短かったので、もうちょっとね向こうということで1センチぐらい向いた感じでしょうか。はい、ここでコーヒー休憩を。それではこの配線の通電確認、導通確認をしていきたいと思います。6本配線があるので、それぞれどこのピンに何色が通っているのかというところも同時に見ていきます。ちなみにマルチメーターは電波が出ているようなマークに合わせます。それでは6ピンありますが、1つずつ差し込んで、そして6本の配線それぞれ当てて、そしてこの甲高い音、そしてゼロの表示が出たら、その配線に電気が流れていると。そしてその音が鳴った電気が通っている色を確認して書き込んでいきます。ちなみに導通確認をせずにピンとそれぞれの配線の色の対応を見たい時には、もうこのコネクターの裏を見ればわかります。はい、映像の方はピンを順番にずらして、そして全てのね配線に当てて通電をしている配線を見つけていくと。このコネクターの部分が悪くなるということが多いそうです。この配線がね断線しているというよりも、この接続部分のピンがもう劣化をしてしまって、そしてその接触が悪くなってエラーコードを出してしまうと。そしてこうやって表にそれぞれの色を書いている理由としましては、実際に今エンジンルーム内にある同じハーネス、もしかするとこの配線の色が違うかもしれないんですね。この新しいハーネスを取り付けるときに、ちゃんと合っているピンのところにつなぐためにこのように書いております。はい、このコネクター自体は押すとクリップが持ち上がって外れると。そしてこのコネクターの後ろの方を開けることができます。これを見ればね、もうどのピンに何色かというのはもう一目瞭然ということです。はい、そして今回は珍しく BMW 純正のパーツを買うことができました。いつもはねちょっとどこのブランドかわからない安いものを買って試したいというのもあるんですが、こういった大事なところだけはやっぱ純正で押さえておこうと真っ当な判断をしました。ということでこのハーネスの家でできる準備は終わりましたので、実際にまた時間を作って交換作業をしていきたいと思います。ここまでこのチャンネルでリラックスしてねアルミホイールを磨いてきましたが、横やりのようにこの修理が入ってきてしまいました。できるだけ同時進行でやっていきたいと思います。ということで今回の動画参考になったという方はいいねボタン、登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。